大昔の話で、すまんが10日。自分が、幼稚園、年少組の時、発表会で、天使の格好をした。天使のなんとか、記憶にない、というタイトルで、曲に合わせて踊るだけだったんだが、自分含め3人組で、先生に、天使の服を用意してくださいと言われ、発表会の衣装は各家庭で用意、ハンクラーな母は気合い入れて作ってくれた。真っ白で、フリルやレースを、ふんだんに、小さな羽までつけた行進の作。それから、数年後、母が買い物でいない時に、近所のおばさんが訪ねてきた。当時、弟が、その幼稚園に通っていたんだけど、同じクラスの女の子のお母さん、それまで知らなかった。ドア開けて、今お母さんはいませんと伝えたのに、私ちゃんが着てたドレス覚えてる？あの天使の格好の、と言われうなずくと、あれね、うちの A ちゃんに今度もらうことになったのよ、だからね持ってきて、と言われた。昔すぎて文言まで覚えてないけど、まあそんなようなこと。母は、私があの服がお気に入りなのをもちろん知っているし、誰かにあげるなんて全く聞いてない。人を疑うことなんて知らないけど、ショックで、なんで？あれ私のだよ。あげないよ。でもね、約束したのよ。さっきそこで、うちの A ちゃんが今度発表会で着るから早く。逆らえない感じで、半泣きになりながら持ってきた服を、満足げに手に取った瞬間、ありがとうもなく逃げるように帰ってしまった。お気に入りだったのに、なんで、お母さんはあの人にあげちゃったんだろう。A ちゃんの方が可愛いから似合うと思ったのかな、と泣いていたら、母帰宅。泣いてるので、どうしたの？と言われたが、お母さんなんて嫌い。と返した記憶があるわら。で、泣きながら経緯を話したら、まあ、ご想像の通り嘘だったわけで。母の怒りは最高潮。すぐ A ちゃん家に行くよ。と準備していたら、逆に写真で見たのと違う。あのドレスよこせ。と般若のような顔で突された。今度連れてこられた A ちゃんは、あのひらひら着るのをと、しくしく泣いて。あのドレスは、本当に天使な感じだったので、普段着ることができず、羽とレースを少し取ってもらって習い始めたエレクトーンの発表会で着たんだ。そのことを話して、あなたこそ、こんな小さな子騙して持っていくなんて、どういうつもり？騙してなんかないわよ。その子が勝手に持ってきて、あげるってくれたのよ。何このおばさん。なんでこんな嘘つくの？と心底驚いて何も言えなかった。もちろん、母は、私が言ったことを全面的に信用して、今後一切うちに関わるなと厳しく言ったんだ。下は男の子だし、着られないんだからいいじゃない。早く、このドレス元に戻して。いや、ついこの間の発表会に来たんですけど。あれから身長が伸びなくて2年生だった当時110センチ弱。通貨着られなくなっても大事に保管しておきますけどね。と叩き出した。先日実家に帰って、この話を思い出して母と話してたんだけど、A ちゃん母が、なぜ、あのドレスの存在を知っていたかと聞いたら、一緒に踊ってたこの妹が、やはり同じクラスで、A ちゃんと仲が良くて家に行った時に写真を見て。でも、その子の衣装より、うちの方が可愛い。A ちゃんも、今度発表会やるからあれもらったらいいじゃん。って犯行に及んだと。母によると、衣装は各家庭で作るものの、全然違う衣装はおかしいので、後の二人のお母さんと三人で買い物に行って、レースと羽はお揃いで買った。他の二人は、市販の白ワンピにそれを縫い付けたみたい。で、A ちゃん発表会は、何のダンスかと聞いたら、年少組はダンス、年長組は劇、竜宮城の乙姫をモチーフにしたものだったとかで。全然違うじゃん。A ちゃん母は、たとえ違っても、逆に A ちゃん目立つから全然 OK。だったそうだ。じゃあ、年長組の劇で着たものでもいいから出して。と言われたが、劇での自分の役は、笠地蔵の5番目の地蔵 ORZ。セリフは、とっても嬉しいわ。の一言わら。衣装もなく、普段の制服とスモッグのまま。お母さんは、赤いよだれかけだけ作ってくださいね。
と言われて、ハンクラーとしてはやりきれなかったらしいわら。仲良い友人たちは、白雪姫だの赤ずきんだの、シンデレラだのの主役なのに、その友人に、笠地蔵の主役の一人じゃん。と言われたが、笠地蔵の主役って地蔵じゃないよね。ちなみに、A ちゃん母は、社交的だったので、根回しに勤しんでいたらしいが、どうせ着ないんだから、可愛い A ちゃんにさっさとよこせばいいのにね。などと、余計な一言を入れたために逆にはぶられて、遠くに引っ越していったらしい。こんなレベルの低いところにいられないとか言って。A ちゃんは確かに可愛かったが、性格も顔もきつかった。気の弱い弟や他の子はいつもギャンギャン命令されていた記憶がある。